ストヘスクで女型の巨人が調査兵団に敗れ、兄は壁内で囚われの身となった。そんな中、ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人、戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークは、どちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで一対一の戦いを行うことになった。どうしても戦士長の指示に従えないってなら、ま、力ずくで行かせてもらいますか。勝てるのか、あのジーク戦士長に。だが、もし勝てば兄を救いに行ける。本当に始まってしまった。ライナー、頼んだよ。さて、どれくらい成長したかお手並み拝見だな。へえ、なかなかやるようになったね。けど、まだまだお前は甘い。さすがはジーク戦士長、強い。いけない、ライナーが押されてる。このままじゃまずい、立て直すんだ。俺はこのまま負けるのか。ダメだ、俺が倒れるわけには。立ってるのはやっとのようだな。よし、もう一押しってところか。ライナー、ダメだ、これ以上の無理はしないでくれ。俺は兄に言ったんだ、みんなで故郷に帰ろうって。うわ、すさまじい根性だな。まさかあそこから立ち上がってくるとは。ライナー、君は勝負はこれからだってか。まあそう来なくっちゃな、ライナー。面白くなってきた。それじゃあ延長戦と行こうじゃないか。もうライナーに意識があるかもわからない。だけど戦う意志はまだ残ってる。少し焦ったが、まあこんなもんだろう。勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後だ。座標のダッシュを優先。当然だろ。ここで待ってりゃあっちから来るんだし。兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。しかし、いくら兄でも。へえ、まだ決意が固まってないってこと。もう一度やってもいいんだぞ、ライナー。ただし負けたら鎧は他の戦士に譲ってもらう。いえ、そんなつもりは。じゃあしっかりしようよ。もう終わらせよう。終わりにしたいんだよ、俺たちで。